シェイクサイードはイエメンの南西部の半島であり、対岸にはペリーム島がある。シェイクサイードはバブエルマンデブ海峡に面している。フランスの定期観光物であるラデペシュコロニアルの地理的サービスによって作成されたシェイクサイードの地図。1920年にシェイクサイードは重要な電信局のある上陸場所として優れた場所と評された。 1970年には遅くとも、プチラ・リュースは、1868年から1936年までの、フランスの植民地であると説明していたが、フランスはそれについて、正式な管轄権や主権を主張したことはない。1868年に、地元のシェイクから国を購入した、マルセイユのラボーバザン社は1870年に、貿易拠点を設立しようとしたが、 当時、イエメンを支配していたオスマン帝国の反感を買い、1871年末に土地への権利を維持しながらも、この地から撤退した。その後のフランスでは、シェイクサイードが歴史や地理の地図帳、教科書、さらには辞書にフランスの植民地であるか、フランスの植民地であったと記述されていたが、実際には併合したり占領したりすることはなく、 この地を領土として主張することさえなかった。しかし、ブルーノ・フリニーが著者のツアージュ・モンド・デ・テア・フランセーズ・ブリーで言及しているように、ラボー・バザン社がフランスへ権利を譲渡したことは、特筆に値する。シェイク・サイードという地名は、半島の岬に位置する過去に崇拝されていた、シェイクの質素な墓に由来する。1870年。 ラボーバザン社がこの岬の近くに貿易拠点を設立しようと試みたとき、以前は一般的にバブエルマンデブ半島と呼ばれていた半島にシェイクサイード半島と名付けた。現代のイエメンの地図にはこの半島がラスメンヘリと書かれているが、他の二つの故障も引き続き使用されている。シェイクサイードの高台より望むペリム島。シェイクサイード半島の先端には、 火山性の6つの丘が存在し、その中で最も高いジェベルメンヘリは海抜264メートルである。これらの丘は不毛で地味な砂と産後を起源とする石灰質の堆積物が固まったもので形成されている。海岸から離れると2つの産地があり、1つは19世紀の旅行者により説明されている。険しい山々の頂点は鋭く、裂けている。 またはギザギザで、ほっそりとした針のようなものもある。こうした針のような山々は時として様々なサイズの岩が点在する深い谷で隔てられているこうした外観は、シェイクサイードの風景に月面のような印象を与える。シェイクサイード半島は様々な距離の岬や岩に覆われた死脈で海へ突き出ている。シェイクサイードの海岸は、こうした突出により、 小さくアッサイ湾が形成されている。エルトゥラー海案内機や、その他の資料で言及されているオクリスという名の港は、現在のバブエルマンダ部海峡に位置していたとみられ、おそらく現在のシェイクサイードのコールゴレララグーン、付近の村が、オクリスであったと思われる。古代南アラビア語で綴られた碑文で言及される。マバダンという地名もこの地域であると思われる。マバダンは、 貿易拠点というより、単なる停泊地や補給基地といったものであった。バブエルマンダブ近海の貿易は主に、シェイクサイードから近い現在では、モッカと呼ばれているムーサ港で、独占的に行われていた。1835年にこの地を訪れた、測量士で探検家のジェームス・レイモンド・ウェルステッドは、この地域が古代から居住されてきたという証拠を見つけられなかった。 フランスの植民地建設への試み1840年から1860年の間、フランスは、航海のアフリカ側、マッサワイ南のアンフィラワンやイリ、ズラを現地部族から購入し、植民地を作ることを試みてきたが、これらの購入は無意味だった。1860年には、反抗式の任務中であったスタニスラス・ラッセルが、ティグレのラスト、 アドリスワントデシシ等の購入に関する条約を締結したが、これも最終的にフランスは批准しなかった。1883年のアルフレラボー。フランスは植民地の建設を航海のアフリカ側に築き上げることを計画し続けてきたが、1868年3月にアデンとバブエルマンデブ海峡の間に居住する部族のシェイクであったアブドゥッダービンムルシンが、 フランスが地域を保護する見返りに、アブドゥッラーの領地の中に位置するコールアムラン港などに、イギリスがアデンに設立した拠点と同様のものを設置することをアデンのフランス領事に提案する手紙を送った。港を確認することを担当することとなったフリーゲート艦ミネルバの指揮官であったシャイレは、この地の港は中規模の船舶でさえも接近が危険であり、 さらにイギリスの影響下に置かれているアデンに隣接する、この地への保護料の設立は無数の争いの源となるにもかかわらず、何の利益もないということを強調して報告した。そのため、フランスがこの提案を受けることはなかった。数年後、オスマン帝国の創始下から独立を勝ち取った、アケミス族のシェイク、アリー・タバト・ドーレインは、アデンに滞在する、ボナバンチューリマスという、 ザンジバルのマルセイユ企業、ビダルフレールの代理人に貿易拠点の建設のためにシェイクサイード半島を購入することを持ちかけた。当時はスエズ運河の開通が近づいてきており、航海の入り口に位置するバブエルマンデブ海峡のシェイクサイード半島を購入することはマスにとって非常に魅力的だった。資金が不足していたマスは、 スエズ運河会社の元社員で、マルセイユの別の商社であるアデン・デュ・ラボー・フレイル社のテオドール・ポイライト協力し、1868年10月1日、バブ・エルマンデブ海峡からすべての方向に6時間歩いた、シェイク・サイードと呼ばれる領域を咀嚼し、6ヶ月間の契約期間の満了時に8万ターラを支払う契約を締結した。 売買契約は隣接する地域に居住する部族の主要な7人のシェイクの出席のもとに作られ、その時のアデンのフランス領事であったバロン・デューク・グレチーに公認された。マスカラの出資金をシェイク・サイードから回収するために、ポイライはフランスに戻り、ラボー社の代表としてフレデリック・バンデン、ブロークと共にナポレオン三世への側近から援助を受けた。その後ポイライは、 アルフレラボーに事業を提案した。彼の兄弟であったエド・ユアールは、マックス・バザンとオーギュスト・バザンの兄弟と力を合わせて、探検に出ることを決定した。バブエル・マンデブ海峡とシェイクサイードの地図。1868年11月6日、バザンとラボーの両兄弟、フレデリック・バンデン・ブロークは、資本金10万フランをかき集め、バブエル・マンデブ地域研究会を結成した。 研究会は10月1日に手に入れたシェイクサイードの権利を利用することを担当した。新会社の設立主意書に付随する地図上では契約のすべての方向に6時間歩いたシェイクサイードと呼ばれる領域という定義は16万5000ヘクタールを取り囲む半径 42km の領域と変更された。貿易の拠点となる召喚に加えて シェイクサイード半島内陸に切り込んだラグーンの港湾は冬季モンスーンの4ヶ月間を耐えきれないため、シェイクサイードを利用する計画のためには堤防の建設が必要となった。シェイクサイードのコールゴレララグーン。北起人たちは、シェイクサイードが最も素晴らしい商業港となり、地域の主要港としての地位でアデンにとって変わる新たなマルセイユとなれると考えて、 シェイクサイードについて様々なことを述べた。炭水は十分豊富で、木材や食料は簡単に手に入れることができる。シェイクサイードには農業植民地が繁栄するだろう。蒸気機関で使用できる石炭は地面から露出している。実際のシェイクサイードは火山性の岩に覆われた起伏の激しい半島で農業には適さない。 アンリド・モンフレイが1914年の1月にこの地を訪れた際には暗い描写がなされている。海岸から4キロ以上の地には塩やマグネシウムを含んだもの以外の水は見つからない。付近には木も草も生えておらず、牛もいない。人口は250人ほどの漁民に減少しており、半島の内陸に切り込んだラグーンの海岸付近のあばら屋に居住している。魚は とても豊富である。20世紀後半に最もよく使われた綴りである。1914年にこの地を立ち寄ったアンリド、モンフレーは公開日誌で内部にムハンマドの旗がかけられた藁でできたラヤと説明している。アルフレはザンジバルと東アフリカの沿岸に滞在したことがあり、アデンとバブエルマンデブ海峡についてもよく知っていた。アルフレは マストポイライに購入を促した可能性がある。1885年に死ぬまでの間、アルフレは、シェイク・サイード関連の事業の主導権を握り続けた。アルフレの心は、シェイク・サイードに握られており、非商業的で愛国的な判断が現れていた。プローザー、GW、アラビア、ロントン。 hm ステーショナリーオフィス p715 http コロンスラッシュスラッシュ www.wdl.org スラッシュ e スラッシュアイテムスラッシュ11767スラッシュビュースラッシュ1スラッシュ75スラッシュジュールつけりラフランスイラメルルージュレビューシアンティフィックの 251ER サマスター 21ジュイン1884七百771 1からノート1ノートハトサイモンインバートフィアフローティーアイリミテスはジブティ・デュラントラペリオドコローニあるユニベルシテデプロヴァンス X マルセイユアイ2008四十48から49ジョルジュドーインイストワールジュレニアジュカティーバイシュメイルトームスニイーパルティ 1938, レケアページ210、ジェラール・アーボイト、オークス・ソース・デ・ラ・パリティック・アラベ・デ・ラ・フランス、デ・セカンド・エンパイア・エイユ・マクレック、パリ、エル・カル・マタン、2000、P275、ドーイン、P211、エージェンス・コモト・アーディ、ルイ・テイブリスメント・コマーシャル・アイル、エイト・ランジア、レヌ・ーボー・プティ・ロバート、ポール・アーマンド、 レイントラッツフランセイイタールやダンラメールルージュ、ブレティン・デラソシエテでゲイングロフィでマルセイユ、1878、ボリューム2、P367、マルセル・イメリット、レプレミア・プロジェクト・ T、イテイブリスメント・フランセシュール・ラコート・デイ・サマリーズ、デビュー・フランセイズ・ディ・イスト・アール・ディ・トレイメール、1963、ボリューム50、ナンバーワン・79、P195 から196、 ありがとうございます。